こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では大人の男性に合うスポーツミックスコーデをですね、具体的に3つご紹介してみたいなというふうに思っています。まあ、メンズファッションにもですね、様々なスタイルがあるわけですね。綺麗めなスタイルからかなりカジュアルなスタイルまでありまして、その中でもスポーツミックスというのは結構人気がありまして、とにかくですね、動きやすいんですよね。その上で大人っぽい綺麗めな要素をミックスするとですね、結構僕ら世代にはものすごく使い勝手のいいスタイルかなと思っていますので、今回はその中でもですね、春に使えるような具体的なコーディネートを3つご紹介してみたいなというふうに思っています。まあ、僕自身もですね、スポーツミックスは好きで、今のような少し綺麗めなスタイルよりはですね、休日は結構スポーツミックスを使うことが多いんですね。とにかくですね、快適で動きやすいのと、今のですね、ちょっとカジュアルな着こなしの雰囲気にも合ってるので、まあ、僕たち大人世代にはですね、すごく役立つスタイルかなと思っています。ただ一方で失敗するとですね、どうしてもカジュアルに見えすぎてしまって、休日のおじさん感が強くなってしまうことも少なくないんですね。ですので、ある程度ですね、スポーティーな要素と綺麗めな要素、この2つをミックスすることが大切かなと思いますので、今回ご紹介するスタイルを参考にしながらですね、ぜひ皆さんも着心地も良くて、ある程度おしゃれに見える、このようなスタイルをですね、ぜひ目指していただきたいなと思ってますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは、大人の男性に向けてメンズファッションの基本をなるべくわかりやすく解説をしています。もう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートに関しましては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップ動画の方で解説をしています。最近ではですね、時々週末に YouTube のライブなんかもやってますので、気になる方はこちらの動画の下の説明欄にですね、リンクを貼っておきますので、よかったら確認をしていただければなというふうに思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで一つ目のコーディネートから解説をしたいなというふうに思っています。まずこちらのコーディネートの肝となるのは、今一番上に着てるですね、こちらのナイロンジャケットですね。まあ、動画の中でもよく出てきますが、今回僕が着てるのはアークテリクスのスコーミッシュフーディというタイプのナイロンジャケットになっています。このアイテムはスポーツミックスを組み立てる上で、僕の中ではですね、なくてはならないアイテムなんですね。これがあるだけで、春だとか秋だとか12月に入るまではですね、結構使える期間が長くてすごく重宝するんですね。まあ、風も防いでくれますし、ちょっとした雨ぐらいだったら弾いてくれるので、これをですね、 T シャツだとかあとはシャツ、ニットの上に軽く羽織るだけで簡単にコーディネートが作れるので、スポーツミックスにおいてはマストアイテムかなというふうに思っています。僕は今アークテリクスのものを着ていますが、ノースペースのものとかでもいいかなと思うので、こういったナイロンジャケットを主軸としながらコーディネートを作るのはすごく楽かなというふうに思っています。今時期はですね、結構暖かいので、この下にはですね、 T シャツを着ています。こちらはですね、最近定番になりましたユニクロ U のですね、エアリズムの T シャツになっています。今回はですね、色合いはライトグレーを選んでいました。この色合いがすごく綺麗なんですね。まあ、最近はホワイト系の T シャツももちろん定番としてあるんですけども、明るめの色として、こういったグレー系の中でも一番明るいような色というのがですね、結構多くのブランドで取り扱いがあるんですね。まあ、旬なカラーですし、白よりは少し変化球を感じられるので、すごくこういった色の T シャツもいいかなというふうに思っています。そしてボトムスに関してはスラックスですね。こちらもユニクロですね。スマートアンクルパンツ、これが結構大切かなというふうに思っています。先ほどもお伝えしましたが、やはりスポーツミックスというのは失敗するとカジュアルに寄りすぎてしまって、休日のおじさん感が強くなってしまうんですね。ですので肝になるのは、決してカジュアル一辺倒にしないということなんですね。そのために今回の着こなしでは、こういったスラックス調のアイテムを取り入れることで、適度に綺麗さを取り入れるようにしています。このスマートアンクルパンツは結構スポーツミックスとも相性が良くて、とにかくですね、動きがしやすいんですね。ストレッチもガンガンに効いてるので、これだとですね、見栄えはスラックスなんですけど、履き心地としては本当にですね、ジャージのような感覚なので、すごく使いやすいかなというふうに思っています。そしてスラックスの中でもですね、最初から丈が短めになっているので、適度にカジュアル感というところも伝わりますので、こういったスポーティーなものともですね、決して相性が悪くないので、ぜひ使っていただきたいなというふうに思っています。そして靴に関しては、これまた見えなくて恐縮なんですが、今回はホワイト系のレザースニーカーを履いています。
まあ、正確に言うとこれもですね、本当に明るいライトグレーの色合いになってるんですが、まあ、着こなし全体の色数をですね、絞ってるわけですね。今回は主にブラックとライトグレーでまとめているわけなんですが、こういったスポーティーな着こなしこそですね、色とか柄を絞ってある程度シンプルにまとめた方が結構大人っぽく見えやすいかなと思うので、その点も考慮しながらコーディネートしていただけるとすごくいいかなというふうに思っています。まあ、このスタイルもすごく簡単なので、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなというふうに思っています。はい、続いて2つ目のコーディネートなんですが、この着こなしに関しては普段のですね、僕の休日着とすごく近いかなというふうに思っています。まず上はですね、パーカーですね。まあ、ジップのタイプではなくてプルオーバータイプ、まあ、いわゆるかぶりのタイプのパーカーなんですけども、こういったフード付きのアイテムもですね、スポーティーな雰囲気が漂うので、結構スポーツミックスには重宝するアイテムかなというふうに思っています。今回は春ということで濃い色も好きなんですけども、やや明るめのグレージュの色を選んでいます。まあ、グレージュというのはベージュとグレーが混ざったような色合いなんですけども、まあ、こういった色を選んでもらうことで着こなしに少しだけ明るさが取り込めるかなと思っています。もしくはですね、もっと春らしくホワイトですとか、オフホワイトですとか、ライトグレーですとか、こういった色合いのパーカーを選んでもらってもバランスがいいかなと思うので、ぜひ選択肢の一つに加えていただければなと思っています。そしてボトムスに関しては、先ほどのスマートアンクルパンツとそんなに見栄えは違わないかなと思うんですが、こちらはですね、グラミチというブランドのボトムスなんですね。このですね、ロゴがわかりやすいかなと思うんですが、動画でちょっとどこまで見えるのかわからないですが、このロゴが入ったパンツですね。このグラミチのパンツというのはものすごく履き心地が良いので、僕自身ですね、春だとか夏によく履いているんですね。これはですね、今から2年ほど前だったと思うんですが、アーバンリサーチで購入しました。グラミチの中でもソロテックスという素材を使ったシリーズで、すごく軽くてですね、シワにもならないし、すごい重宝しているボトムスなんですね。おそらくですね、これ毎シーズン作っていると思うんですね。昨年も同じモデルがありましたし、多分今年も出すかなと思うので、ぜひチェックしていただきたいんですが、グラミチのパンツの中でも特にですね、上品さがありながらも動きやすいので、ぜひ皆さんにはですね、こういったパンツもスポーツミックスのアイテムの一つとして頭の片隅に置いていただければなと思っています。シルエットに関してはこれは結構細身なんですね。ですのでパーカーで少しゆったりめのサイズにして、ボトムスで少し引き締めるみたいなスタイルも作りやすいかなというふうに思っています。そして足元に関しては今回も白レザースニーカーですね。まあ、先ほどのスーパースターはライトグレーだったんですが、今回はパキッとしたホワイトのスタンスミスを選んでいます。まあ、このように全身の中で少し明るさを取り込むには白レザースニーカーはすごく便利かなと思うので、ぜひ取り入れていただければなというふうに思っています。まあ、パーカーのスタイルなんかはですね、失敗するとどうしてもカジュアルな方向に行きがちなので、まあ、パンツの色で引き締めてみたりだとか、あとはパーカー自体の単価をですね、少し上げてみるというのもすごく大切かなと思っています。パーカーはユニクロだとか GU とかでも買うことができますが、1枚で着る場合はですね、少し頑張って投資をしてみるのもいいかなと思っています。僕が今着ているのはセレクトショップのエディフィスのオリジナルのものですが、他にはですね、グリーンレベルだとかナノユニバースですとか、普段のユニクロよりもですね、少し価格帯を上げて素材感が上品なものだとか、シルエットにこだわっているものなんかを選んでもらうと、良いですね、スポーツミックスの中に大人っぽさだとか綺麗さというところを交えることができるので、ぜひ覚えておいていただければなと思っています。はい、続いてラスト3点目のコーディネートなんですが、今回の主役はですね、こちらの T シャツですね。まあ、T シャツはですね、一番最初も着ていたわけなんですが、あちらは無地だったのに対して、今回着てるのはスポーツブランドのロゴが入った T シャツなんですね。今回僕が着てるのは Y3 というブランドのもので、まあ、ヨウジヤマモトとアディダスがコラボレーションしたラインのものなんですけども、このような T シャツにですね、スポーツブランドのロゴが入ったものを取り入れるだけで、簡単にスポーツミックスというところが実現しやすいかなというふうに思っています。今回僕はですね、Y3 のものを着ていますが、他にはノースフェイスのロゴが入ったものだとか、あとはですね、ナイキのロゴが入ったものだとか、こういったスポーツブランドの中でもちょっとスタイリッシュなイメージのあるブランドのロゴが入ったものを使ってもらうと、簡単にですね、スポーツミックスが実現しやすいかなというふうに思っています。まあ、夏場であればこの T シャツ単体でもですね、活躍してくれるんですが、
特に春だとか秋に関してはこれ1枚よりはですね、その上にカーディガンですね、こういったものを羽織ってあげると少しですね体温調整がしやすいですし、1枚羽織ることでちょっとですね大人っぽい綺麗さみたいなものも漂わせることができるので、意外と便利かなというふうに思っています。僕が今着てるカーディガンは去年ですねユナイテッドアローズで購入したものなんですけども、こういったボタンがないタイプのカーディガンというのが最近はですねちょこちょこ増えていまして、さらっとですね気軽に羽織れてすごく便利なんですね。ですので、ロゴ入りの T シャツに対してカーディガンというスタイルもぜひ簡単なので、皆さんも試していただければなというふうに思っています。ちなみにカーディガンに関しては少し腕を託し上げてあげると軽快な感じが漂いますし、ちょっと男らしい感じもするかなと思うので、ぜひこういったテクニックもですね、使っていただければなと思っています。そしてボトムスはですね、一番最初に履いていたユニクロのスマートアンクルパンツですね。こういったブラック系のパンツで、なるべくですね、色数を絞ってあげるとすごくバランスがいいかなというふうに思っています。まあ、ボトムスに関しては、その他にもですね、ブラックジーンズでもいいですし、あとは先ほどご紹介したグラミチのパンツなんかで合わせてもらってもバランスがいいかなと思うので、色はブラックさえ選んでおけば大きく失敗はないかなと思いますので、ぜひこちらも覚えていただければなと思っています。そして靴に関しては見えなくて申し訳ないんですが、今回はエアマックス97のブラックを合わせています。こちらもですね、アクセント的な色を使うのも悪くはないんですが、僕はなるべくシックに着たいなと思っているので、ボトムスの色と揃えることにしました。ただですね、靴下の色を白にしたりだとか、ソールの部分が白にすることで、足元はブラックを使っているんですが、そこまで単調に見えないかなと思うので、こういったポイントも含めて、ぜひ覚えておいていただければなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画では大人の男性に似合うスポーツミックスをですね、具体的に3つご紹介させていただきました。どのスタイルに関しても結構シンプルなので簡単に実現がしやすいかなというふうに思っています。ポイントはいくつかあるんですが、スポーツミックスだからといってカジュアルな方向になりすぎないこと、ここをですねまずは念頭に置く必要があるかなと思っています。そのためにスポーティーな要素のあるものと少し綺麗めなものをミックスするとすごくバランスがいいかなと思うので、あると便利なのがスマートアンクルパンツのようなスラッツ系だとか、あとはカーディガンだとかレザースニーカーですね。このあたりがあればスポーティーなアイテムとミックスした時にバランスがいいので、ぜひですね買い揃えていただければなというふうに思っています。よくですね、おしゃれは我慢という言葉を聞くかなと思うんですが、最近はですね我慢しなくても素敵なスタイルってすごく作りやすい時代になったかなと思っています。着心地が良くて、なおかつデザインがいいものも増えてますし、あとはですね、コーディネート次第でスポーツミックスというのを大人っぽく綺麗にですね、見せることもできるかなと思っていますので、ぜひ今回の動画を参考にしながら、皆さんもスポーツミックスをお楽しみいただければなというふうに思っています。これからもですね、こちらのチャンネルでは大人の男性に向けて、メンズファッションの興味をなるべくわかりやすく解説したいなと思っていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山旬のメンバーシップチャンネル。